二つとも発見動画チャンネルの二つともです。ここは町田市の鶴川駅です。ここに、こうした表示があります。都道府県をまたぐ不要不急の移動は慎重に対応していただきますように、やめてくれというまでは書いてませんが、ちょっとこの話では酷な話ではないでしょうか。隣の駅は、つい隣の駅はもう神奈川県の柿生駅になります。首都駅です。わずかに首都駅、もう2キロから3キロ先はもう神奈川県ということになります。そして逆の方向、この右手の方に行きますと隣の玉川県前駅、そして町田駅、そしてそのすぐの隣はまた神奈川県の相模大野駅ということになりまして、こちらも5キロか6キロぐらい先はもう神奈川県ですので、もう言ってみればここで言うと電車にほとんど乗るなというようなことになりますので、こうした問題も都県境をまたぐという話になりますと、町田市の場合はとてもそうした要請に応じるわけにいかないという生活を皆さん方やっているわけになります。この後こちらに乗ります。本学校駅が乗り込みに来ます。その場合は新宿駅です。こうした工事をと思うと必ず都県境をまたぐことになります。降ります。